にちは。こんにちは。お忙しい時間にまた今日はすごく天気が良くて外出したいところであるかと思うんですけれども、お時間作ってお越しいただきましてありがとうございます。このチラシをいただきまして、今回まちづくり勉強会ということで、このチラシを見ますと団体活動やその体験からそれぞれのまちづくりの話を伺いなんてことが書いてあるんですが、私の関わっていますファミリーサポートセンターにつきましては、まちづくりという視点でどこまでお話ができるのか、皆さんが期待に沿ったお話ができるのかどうかちょっと、自信ないところではありますが、今日のお話を聞いていただいて、また皆さんのこれからの活動の何かヒントとかきっかけ作りになればよろしいかなと思いますので、精いっぱい私のお話しできることをお話しさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。まずは自己紹介ということで、私は入間ファミリーサポートセンターでアドバイザーという立場でお仕事をさせていただいておりますが、もともとは提供会員ということで、こちらの団体に登録をさせていただいて日々活動していた会員の会でもあります。子どもは3人おりまして、下は12歳、15歳、18歳という3人の、子育て中なんですが、ちょうど一番下の子が2歳になる時に、2歳になる前ですかね、この制度が始まりますよっていうのを一市民として一人でこう地方を見まして、あ、いい制度が始まるんだなと思って、ちょっと興味を持って説明会の方に出させていただいたのがまず初めです。で、講習会というものを受けまして、提供会員として登録したんですが、私の提供会員ナンバーは20番ということなので、かなり初期一番最初の頃提供会員にならせていただいて活動しておりました。ですので、その時に会員として活動していた事例なども含めながらお話しさせていただければなと思います。で、きっかけがございまして、こちらのセンターのアドバイザーとして、関わるようになってから今年6年目になります。で、そのような話も踏まえながら今日はお話をさせていただきますが、まずはファミサポっていうのがどんなものなのかっていうのを知っていただいた上で、ファミサポでできることできないことっていうのもありますので、皆さんがこれから市民として活動、いろんな活動をしていく中で、じゃあどんなことができるのかな、どういうところが足りないのかなっていうのを一緒に考えていけたらいいのかなと思いますので、よろしくお願いいたします。ではパワーポイントを使いながらお話をさせていただきたいと思います。全国の市町村で、このちっちゃい文字のところが全部全国の市町村に書いてあるんですけれども、全国の市町村で、行われている事業です。去年の平成24年の9月現在、824箇所の、ファミサポのセンターがあるというような、統計に出ておりますが、もともとは平成6年頃、既存の保育ニーズに合わないお手伝いをしましょうということで、仕事と家庭の両立支援というところからスタートしたのがこの制度です。その後、仕事と家庭の両立だけではなくて地域の子育て支援、そういった機能も強化しましょうということで広がってまいりました。入間市では平成15年からこの事業が始まっています。
入目市の委託事業として、平成15年に事業を開始しまして、今年でちょうど10年ということで、安全に、事業活動が行われているという状態です。で、ファミリーサポートセンターとはどんなところなのっていうところでまずお話ししますが、子育てのお手伝いをしてほしい方と子育てのお手伝いをしたい方っていうのがそれぞれ会員になっていただきまして、地域の中での支え合いを行う事業なんです。で、センターという役割は両方の橋渡しをする役割となっています。この三角図からいきますと、利用会員、利用したい方、お手伝いしてほしいよっていう方も、だからお手伝いしたいわよ、私お手伝いできるわよっていう方も、両方がファミサポのセンターの方に会員として登録をしていただいて、その会員さん同士の中で助け合いの橋渡しをしているのがこのファミリーサポートセンターの役割になります。ファミサポの設立の背景としましては、もう今深刻な社会問題にもなっております少子化とか核家族化というような問題が非常にまだ挙げられるかと思います。お母さんのとても子育てに対する不安とか負担感というのが今の時代とても大きいんですね。なかなかこう少子化で兄弟も少ないし、いとことか親戚なども少なくなってくると、自分が親になるまでの間にこう小さな子どもたちと関わったことが全くない、自分が子どもを持って初めて子どもっていうものに関わるっていうような方たちもすごい増えています。実際私の子どもの頃はいとこが何十人もいまして、こうお正月なんかに集まると、もうちっちゃな赤ちゃんから上は大学生ぐらいまでのものすごい幅広いいとこたちがいっぱい集まって、その中でワイ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 こう遊んだ経験とかっていうのがあるんですが、現に私の子どもたちは残念ながらいとこがいないんですね。と全くそういう子どもたちと触れ合う機会というのがなくて、自分の子どもは、自分の周りの友達とか友達の、まあ、兄弟ぐらいのこう本当に狭い中で子どもと関わる、そうやって育っていってしまっていますので、まあ、将来またそれも不安かなと思うんですが、そういったお父さんお母さんがすごく増えてるんですね。全く子どもと関わったことがない。そうすると親になって初めて子育てをするわけですから、どうしていいか分からない、本当に不安が大きくなるような現代になっています。で、ネット社会が普及してきて、情報はいっぱい溢れているんですけれども、じゃあどの情報を自分は目標にすればいいんだろうか、こういう時どうしたらいいんだろう、ああいう時どうしたらいいんだろう、情報がすごく溢れすぎていて逆に不安になるというのがあります。また経済的な不安から経済的な状態がこうありまして、して雇用だとかやっぱりそういった問題も関わってきて、お父さんの収入だけではっていうことで、結局お母さんたちも共働きする方がとても増えています。まあそれだけじゃなくてですね、人手の稼ぎというのもかなり増えているような、そんな現状もあります。子どもと接する方が親になる不安とか、それから子育ての負担感、そして子どもを持つことで今までやってこれた自分のやりたいようなことができないというような閉塞感だったり、社会とつながっていたいんだけどつながれないというようないろんな思いがこう重なってきて、子育てのとても負担が大きくなっている時代になっています。また昔と違ってちょっとプライバシーの尊重というのがすごく言われていて、個人情報個人情報ということで隣に誰が住んでいるか分からないというような時代になってしまって、なかなかそこで地域の人とのコミュニケーション不足という問題も非常にあるんではないかと思います。ですのでファミサポというのは、その資格の中に書いてありますが、もともと始まったのは仕事と育児の両立支援というところからスタートしたんですが、今は子育てをしている全ての家庭の応援、そういったところに広がっています。で、この子育てしている全ての家庭の応援ということになりますと、育児ストレスを抱えていて、で子育て、孤立の子で子育て、一人で子育てをするお母さんたちのストレスを軽減し、広い意味では虐待防止まで含めた広い意味の児童福祉へということで、今展開している事業となります。ちょっとこの写真は、珍しいですけれども、ちょっと昔の
時代の地域の写真というか写真がいいのが見つからなかったので、ちょっとお人形でこう作ったような、イラストでもないですよ、なんでしょうね、写真なんですけども、映画のオールウェイズ三丁目の夕日っていう映画があったかと思いますけども、ああいった昭和の時代ですね、そういった時代っていうのはもう自分の子も人の子もみんなこう区別なく地域の中で見守り育てられていた時代かと思います。私も子どもの頃は道路で遊んでいると近所のおじさんにうるさいこらっと怒られたりとかしながら地域の中でやっぱり育っていったかと思いますが、今はそうやってこうね地域の人に怒られたりとかする経験もなく育っている子どもが多いかと思います。で、先ほども言ったように昔は家族が多かったですので、一人で子どもを育てるっていうよりは家族みんなで助け合いながら支え合いながら育っていったんではないかと思います。例えば農業している人たちも結局農業しててもお母さんもちゃんと畑に仕事に出てましたよね。でも赤ちゃんをおんぶしながらとか畑仕事しててもまたそれを助けてくれる人がいて疲れたでしょって言って代わってくれたり、そこに置いとけばみんなが声をかけながらこう赤ちゃんを見守っていてくれたっていうようなことが意識せず自然とできた時代ではなかったのかなと思います。で、昔の地域社会としてはそこに書いてあるようにプライバシーもないが孤独もないということで、まあ、ある意味煩わしいこともあったかもしれませんけれども、ちょっとこうあそこも書いてあるんですけど、一家団らんのこう食卓の風景外から丸見えなんですね。地域で外に歩いている人からもお家の中が見えたり、横でこう近所の人がいたり、まあ、玄関からじゃなく庭からこんにちはなんて入ってきたりとかっていうような自然にそういうことができてて、今日おかず余ったから食べるとかそんないただき物があったよっていうような、そういうのが自然に意識せずできていた時代ではなかったのかなと思います。で、今はそういうのがなかなかこうプライバシーの侵害とかっていうことで難しくなってきて、次のスライドに行きますと、例えば同じマンションの中に住んでいながらとか、隣近所ね、向かいのお家だったり同じ町内に住んでいるんだけれども、お互いに知らない人同士っていうことで、よくセンターにお手伝いしてほしいんですけどって登録に来るお母さんの住所を見ると、同じマンションにいるじゃない、お手伝いしてくれる人がっていうこともあるんですが、お互いにそこが全く声も掛け合わないし知らない者同士っていうことで、なかなかその辺の地域の事情というのも難しくなってきてるのかなと思います。そこで地域で子育て助け合いの必要性というのが出てくるのではないかと思います。今はお母さんたちスマホとか携帯とかっていうことでいつでもどこでもつながれるはずなんですけれども、実はお互いにあまりこう立ち入らないような状態でこう距離感を保ちながらお付き合いをしているっていう人たちが多い時代なのかなと思います。ですのでファミサポの役割としては、次のスライドに行きますが、子育てと仕事の両立に悩んだ時とか、育児ストレスとか育児不安を感じた時とか、また今までやってた自分の好きなこととか、これから何か社会で活動してみたいよ、社会参加したいよって、そんな時に、誰かの助けを借りてほっとする時間を作ったりとか、そういうこともとても大切だと思います。ですので資格の中ですが、ゆとりを持って子育てを楽しんでもらうために、ファミサポは子どもを預かることで応援するという役割があります。お母さんたちは24時間子どもが生まれてから休みなく子育てに毎日関わっています。で、先ほども言ったようにお父さんも仕事で忙しく帰りが遅く、地域にもあまり知り合いもいない、実家も遠いなんていうと、本当に孤立の子と使った子育てをしているお母さんが多くなります。そうすると本当に日々の生活ゆとりがなくって、もう苦しくてっていうお母さんもいますので、そんなお母さんたちにゆとりをあげることで、また子どもが可愛いなって思えて子育てが楽しくなるような形でお手伝いするのがこのファミサポの役割ということになります。じゃあ具体的にどんな時に利用しているの、次のページに進めてください。ファミサポどんな時に利用しているのということで、先ほどの仕事との両立支援のところから言いますと、両親ともに働いていて子どもは通常は保育園に行っています。ある日パパは出張でママは急な残業が入ってしまった。近くに頼れる親戚もいないし、
子供のお迎え間に合わないどうしよう、そんな時に神様を利用している方もあります。また次のスライド、これはお仕事してないお母さんのケースですね。毎日毎日小さな子供と二人きりで過ごしている妻、最近少し疲れているようだ、僕は仕事を休めないんだけど誰かが子供を見ていてくれたら妻も少しは息抜きできるだろうにっていうことで、これはリフレッシュですね。本当に子育て中のリフレッシュのために利用するような場合もあります。そしてまた次です、どんな時に利用しているの。今度は出産で仕事を辞めてしまったんだけれども、そろそろ仕事に復帰したいな、こう何年間か間が空いてしまうと結構社会とつながりたいなって焦りを感じるお母さんもかなりいらっしゃいます。もちろん経済的に私が働かないとっていうお母さんもいらっしゃいますけれども、じゃあ実際仕事を復帰しようかなと思った時に、給食活動をする間子供を連れて回るわけにはいかないし、どうしたらいいのかしら、ひょっとして再就職なんて無理なのかなって悩んでしまうお母さんもいます。神里に相談があるのは、求人広告を家で見て、あ、これいいなと思って何気に電話をしたら、じゃあ面接に来てください、急に言われてしまった、でも考えたら私子供がいるんだよね、この子どうしようって言って慌てて相談の電話が入るケースもあります。面接のね、1時間2時間もし預かっていただけたら私面接に行けるんだけどもっていうことで面接の預かりをするケースもありますし、またその後じゃあ面接行って仕事が決まりました、でもすぐ保育園で入れないんですね。そうするとじゃあ保育園に入れるまでの間どうしたらいいんだろうかっていうような相談が入るケースもあります。でそんな形でいろいろ利用の方法があるんですけれども、この神サポを利用するにはまずは会員登録が必要になります。この三角図にもありますように、まず利用会員さんという形でこの子育てのお手伝いしてほしいなっていう人は利用会員としてセンターに登録をします。利用会員として登録できるのが0歳から小学校6年生までのお子さんをお持ちの方ならどなたでも大丈夫です。市内に住んでらっしゃるか、もしくは市内でお仕事を持っている方だったら誰でも登録することができます。利用したいのはいつ利用したくなるか分かりませんので、利用会員の登録は随時受付をしております。そして今度反対側の丸、提供会員と言われる方、提供会員と言われる方は子育てのお手伝いをしたい方なんですが、この方たちはセンター主催の提供会員講習会というものを受講していただければ、特にお持ちの資格とかは問わず、市内在住の方であれば20歳以上の方っていうのが唯一の条件ですけれども、20歳以上の方であればどなたでも登録することができます。でこの提供会員講習会と言われるものは年に3回、現在は年に3回行われていますので、いつでもなれるわけじゃないんですね。この年3回の講習会に合わせていただいてセンター主催の受講を全てしていただくと登録して活動することができます。そして一番下に書いてある養護会員というのは、たまには私お出かけするときに預かってもらいたいなということで自分が利用会員としての立場で利用するときもあり、自分が特に用事がないときは逆にお子さんを預かる活動もできますよということで、両方の活動ができる方というのもいらっしゃいます。ですのでそれを両方会員として3つの会員の登録が行われています。でこの会員登録に際しては無料となっておりますので、今は両親学級っていうんですが、昔の母親学級なんですが、ああいうところに出かけていってこういう制度の説明と、それから困った時にねすぐに利用するためにはいつでも登録しておいた方がいいですよっていうことで赤ちゃん生まれる前からこの制度の説明をさせていただいてます。また今入間市ではお子さんが生まれると全校訪問っていうのが、こんにちは赤ちゃん授業っていうのがありまして、全校に必ず保健師さんたちが訪問するんですが、そういう時にちょっとお母さんが疲れてそうだなとかって思うケースには神里に登録しておいたらどうっていうことでご案内していただいて、これは利用しなくても大丈夫なんだよって、何かあったら、ね、困った時のために登録だけしておいたらどうっていうことでご案内をしていただいている現状です。で次のスライドですが、じゃあ登録したらどうするのっていうところで神里の利用に関する仕組みを説明させていただきます。今お話ししたようにお手伝いをしてほしいなって思う方は利用会員としてセンターに登録します。で登録した時にどんなお手伝いが必要なのかっていうのをお母さん
さんからよく聞き取りをします。どんなところで困ってるの、どういうお手伝いをしてあげたらいいのかなっていうところをよくお母さんからお話を聞き、必要な部分のサポートを提供会員さんに依頼をします。センターの方から具体的にはお電話をさせていただいて、この時間例えば保育園にお迎えに行って、その後の預かりをお願いしたいんです、頻度は週に1回程度ですとかっていう形で具体的にお話をし、あのお手伝いできますかっていうふうに伺います。で、提供会員さんの方で自身でその内容を聞いて、あ、これだったら自分のお手伝いできるよとか、あ、それはちょっと難しいですよということで自分で決めていただき、お手伝いするかしないかを決めていただきます。で、お手伝いをする方をあのアドバイザーがセンターの方でコーディネートするんですが、お手伝いをする方が見つかりましたらば、提供会員さんの方、あ、ごめんなさい、利用会員さんの方に見つかりましたよということでご紹介をします。で、ご紹介するにあたってもどこのどういう人がお手伝いしてくれるのかってとてもお母さんも不安なんです。逆に提供会さんの方も一体どんなお子さん預かるのかしらっていうのは両方ね不安になりますので、必ず事前打ち合わせということで直接会う顔合わせの時間を設けています。で、これにはセンターのアドバイザーも同行してお互いのお話し合いのお手伝いをさせていただいています。突然知らない人の家訪ねて行ってお顔合わせしてって言われてもなかなかお母さんたち難しいですよね。ですので私たちが間に入って、あのお母さんこういうこと困ってるんだよね、こんな時はじゃあどうする、じゃあこういうもの持ってきた方がいいよねっていうことでお話のお手伝いをして、お互いに不安のないようにお顔合わせをします。で、このファミサポは基本的に預かるのが提供会員さんの自宅になりますので、サポートする場所にお出かけをしていって、お母さんとお子さんと提供会員さんとそしてアドバイザーということでお顔合わせをします。とお子さんも初めて、全く初めて行ったお家に突然ポンと預けられると、まあ、不安がとても大きいんですが、一度でも行くとお子さんはそのお家でキョロ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 場所を確認したり、ここはどこなんだろう、安心していい場所かな、提供会さんの顔を見ながら1時間ぐらいの時間なんですが、お母さんとそしてお子さんに慣れてもらう時間としてこの事前打ち合わせを必ず行います。これは全くのボランティアになっておりますので、その時間提供会員さんにも利用会員さんにも都合をつけてその時間を作っていただきます。ただこの両者の出会いの大切な初めてのね出会いの場となっていますので、この時間をすごく大切にしています。で、その時に連絡先を交換しますので、その後はお母さんからお手伝いが必要になった時に提供会員さんに電話をしていただいて、いついつ何時から何時までお願いできますかっていうようなやり取りを直接していただいています。で、実際にサポートをしていただくと、その後謝礼の受け渡しということで、謝礼は利用会員さんから提供会員さんに直接お支払いをしていただいております。で、この次のページに行きますね。活動の趣旨としましては、この活動は有償ボランティア活動になっています。そして信頼関係の上に成り立つ活動です。会員同士は対等の立場で助け合いますというこの活動の趣旨を提供会員さんにも利用会員さんにも理解をしていただいた上で活動を行っています。提供会員さんにはまあ、優勝ということで謝礼をいただくんですけれども、あくまで無理はしない、自分のできる範囲のことで空いている時間を使っていただいて活動してくださいというふうにお話をしています。また利用会員さんにもお金を払っているからということで、お金でサービスを買うのではないですよということを十分に説明した上で行うようにしています。で、信頼関係というのがやっぱり一番大切ですので、この信頼関係が壊れてしまうとサポートもうまくいかないんですね。で、ここにはやはり守秘義務ということも必ず出てきますので、サポートをする上ではやはりお互いにね、いろんなことをこう打ち明けてお話ししたりとかしますが、それを必ずね、守って人には漏らさないようにって守っていただいて、お互いが気持ちよい状態で活動できるようにというのを気をつけています。なぜかというと地域の助け合いですので、どこで誰と誰がつながっているかっていうのは分からないわけですよね。いろんなことを情報を漏らしたりとかしてしまうと後々ね嫌な気持ちになってしまうので、この信頼関係っていうのは大切ですよってお話をさせていただいています。また有償ボランティアということで、逆に責任を持ってまた使命感を持って提供会社に活動してくださったり、また活動の継続につながったりっていうことがあります。
で、どのくらいの、優勝ということになる、金額になるかというと、次のところに書かれております。謝礼の基準というのがセンターに取り決められなされています。入間市の場合は、平日の朝7時から夜7時の時間帯は1時間が700円。それ以外の早朝、夜間になりますと1時間800円という謝礼になります。また土日祝日に利用したときには、終日どの時間帯でも1時間800円という決まりがあります。この謝礼の基準額というのは、都心の方に行きますと、もっと1時間単価が高くなります。また地方に行きますと安くなります。これは地域の事情に応じてということですので、この辺の狭山とか所沢、川越とか飯能とかっていうところが同じ金額になっています。で、1時間700円を高いと感じるか、安いと感じるかっていうのは、やはりそれぞれの個人の価値観というのがとてもあります。ただお子さんの数が増えれば増えるほど謝礼がどんどん加算でいくというのもやはり利用する側にも負担が大きくなりますので、兄弟とかを一緒に預けるような時には2人目から半額になるという基準もございます。でこの謝礼以外に交通費ですとか食事代ですとかおむつ代というのは実費をいただくことになっています。また入間市では低所得者の方たちに、助成制度というのもありまして、該当する方たちには半額が利用した後で戻るという制度もありますので、なかなかこう経済的に苦しくて利用できないよ、でも本当に困ってるんだよっていうお母さん方にはそういう制度もありますよっていうことでご説明をさせていただいています。でこの優勝ボランティア活動ということで、地域の中で全くこう家族ではない他人のお子さんを預かるということで楽しいこともたくさんあるんですが、やっぱり実は他人のお子さんを預かるということに不安が大きいケースもあります。特にもし預かっているお子さんに怪我をさせてしまったらどうしようということで、本当はこういう活動してみたいんだけど、でも何かあった時困るからということで活動に参加できない方たちもいます。そこでセンターでは保険をかけておりまして、利用会員さんの子どもさんがお怪我をした時の場合に出る保険、また提供会員さんがサポート中に怪我をしてしまった時に出る保険、そして何かこう賠償責任が生じた時に出る賠償責任保険という3つの保険に入ることで安全に安心して活動してもらえるようにしています。この保険の掛け金もセンターが負担しておりますので利用する方たちに一切負担はありません。ただこの保険があるよっていうことがすごく安心感につながって、それだったらっていうことで活動に参加してくださる方も現実いらっしゃいます。ですがあくまでこれは本当に万が一の時だよっていうことで、皆さんには意識を持って怪我とか事故を未然に防ぐっていうことで日々活動していただいておりますので、保険を使うという事例はほとんどないんですが、最近1件だけあったのが、元気のいいお子さんがお家の中で遊んでたんですけれども、お子さんがこう一生懸命走り回ってバタバタ家の中で遊んでいたんですが、お子さんがおばちゃんってバンって飛びかかってきた時に、そのお子さんを受け止めてポトポトってこうひっくり返っちゃったんですね。でその時にお子さんは全く怪我なかったんですが、実は提供会員さんはその時にウキッと手をやってしまいまして、実はそれがこうひびが入ってしまったということで、それも提供会員さん何もおっしゃらなかったので、なんとなく報告書の提出の時にあれ怪我しちゃったのかな、どうしたのかなってお声をかけた時に、いや実はねなんていうことで分かりまして、一件保険に対応したことがありますが、それ以外にお子さんの怪我とかっていうことはなく、提供会員さんたちの意識を持って安全に活動していただいているのが現状です。利用したいよということで登録していること人が777名、それから提供会員として登録している方が307名、両方会員として登録している方が64名ということですので、預かる活動できる方が一番多かったのは小学生のサポートでした。学童保育室というところ、今入れましては3年生まで利用できますが、1年生から3年生までのお子さんの学童保育室の送迎だったり、その後の帰宅の預かりとか、それから朝お母さんが出勤する前にお子さんを預かって、学校への送り出しをするっていうようなことで、小学生のサポートが一番多く359件ありました。次が保育所とか幼稚園のお子さんということで、同じように送迎とか預かり問題が241件、その次に多かったのはお子さんの習い事のサポートということで、学童保育室に通常行ってるんだけれども、例えばスイミングを習わせたいとか英語教室に行かせたい、
ただ学童保育室というのは子どもが勝手に一人で入ることができないんですね。大人が迎えに行くっていうのが条件になっておりますので、習い事が終わった時間であればお母さんがお迎えに行くことができるんだけど、習い事の場所まで送っていくことができないということで、学童保育室に迎えに行って習い事先まで送ってくださいっていうような、依頼があります。それが40件。それから保護者の外出とか、あと上のお子さんの学校行事の時に生まれたばかりの赤ちゃんをちょっと預かってもらえますかっていうようなことで、保護者の外出の時にサポートしたのが17件。また保育園には入ってないんだけれども、お母さんが自宅とか、もしくはこう短時間のお仕事をする、例えばピアノの先生を自宅でやっているなんていう方も結構いらっしゃるので、そのお母さんがレッスンに当たっている間に、自分のお子さんを見てくださいっていうようなことで、臨時的な仕事の預かりが13。それ以外のサポートっていうことで5件。まあ、例えば自分が病気になってしまって、ちょっとお医者さんに行きたい間お子さんを見てくれないかっていうようなこととか、あと学校がお休みになってしまって、その日一日一人でお家に置いておくのは心配なので一日見てもらえますかなんていうようなこともありますので、そんなのが5件で、1ヶ月間に675件というサポートが行われました。地区別に見ます と、やはり、まあ、あの人数の、人数と比例しているんですが、豊岡地区が一番多く、次が藤沢地区、そして最近増えているのは西部地区ということになっています。